みなさん、ヤッホー、リクチャンネルのラミと、リクチャンネルのロッキー、レイで、見えないところにリクでーす。まあ今日全然ロッキーたちの動画じゃないんだけど、まあ、もう2ヶ月ぶりくらいに、もうやっと、今ね、日曜日なんですけど、家でのんびり過ごしてます。この2ヶ月、マジで4月から2ヶ月間、もうほぼ毎日教習所に行って、とにかく忙しかったんですよ。で、ちょうど昨日土曜日に、この動画の車初運転の動画ね、撮影したんだけど、本当に皆さんにゆっくりちょっとね、お話ししたいなと思ってたから、今日はまあ本当に家でのんびりしながら、この2ヶ月、教習所で会ったこととか、まあ学校のこととか、まあ教習所にいたやばい教官についてとか、まあいろいろね、お話ししたいと思います。じゃあそれでは、スタート！ロッキー愛でーす。膝の上でね、嫌なの嫌なの。で、まずまず教習所のことについてなんだけど、ロミね、4月後半から教習所に行き始めて約2ヶ月ちょっとくらいで免許取れたんですよ。めちゃくちゃもう詰め込んで、8月にロミ国家試験を控えてて、7月くらいからはもうガチ勉強したいと思ってたから、とにかくもうできるだけ早く終わらせたいと思ってたのね。だからもうとにかくもう予約入れまくって、学科聞ける日はもう毎日行ったりして、2ヶ月でね、無事取れました。まあ目標1ヶ月半とかだったんだけど、まあさすがにね、そこまでは無理でした。でもまあ頑張りましたね、マジで。パパも、もう本当に頑張ったね、もう本当にすごいよみたいな言われて、もうそんくらいもうめちゃくちゃ頑張ったのね。もうパパにもう予約入れすぎだよって言われるくらい、ぶっ詰めて予約入れたり学会行ったりしてたのね。もう何回も言うけど、マジ苦痛でした、この2ヶ月。まあ最初の頃は、あ、運転楽しいみたいな。もう徐々に徐々にもう忙しすぎて、まあ普通に平日学校じゃんって、土日撮影とかあって、平日学校大体5時までが多いんですよ。まあ3時の時もあるんですけど、まあ5時、4時が多いのね。で、その放課後に行くしかないから、その放課後に、運転は予約制だから予約入れて、で、勉強、学科の方は予約なしで行けるから、まあ行ける時間帯に行って、もう一番長くて放課後5時間の時とかあったかな。火曜日が学校2時、学校昼までだったか、その時に5時間ぶっ続けでやったりとか、運転2時間やって、学科3時間やったりとかもありましたね。で、やっぱり放課後に教習所行って、家帰るのが8時とかだったの。まあ、毎日ではないけど、まあ、大体8時とか7時、長い時だと、そんくらいだったんですよね、家帰るのが。で、土日休めるじゃんって思うじゃん。1日2時間までしか予約できないから、その2時間が教習所終わんないと次の予約入れらんないから、もう土日とかにも入れるしかないんですよ。火曜日もし教習所やって2時間、終わったら、もう大体水曜日とかはもう埋まってるから、まあ金曜日、土曜日とか予約入れるしかなくて、もう土日も行ってたんですね。学科とかも聞かないといけないのあるとかで。だから、撮影ももうそんなにできなくて、やっぱりね、皆さん分かると思うんだけど、結構お休みしてたと思う。レイちゃん、動画アップする頻度も落ちちゃって、で、土日も行ってたから撮影できないじゃん、そんなにいっぱい。だから平日教習所ない時に放課後また撮影したりとかもあって、もうとにかく休む時間がなかった。この2ヶ月ロミお風呂湯船に浸かってないんですよ。まあ、ロッキーたちのご飯も全然作れなくても、お父さんやってくれたりとか、あとおじいちゃんが4月から来てたから、おじいちゃんが洗い物してくれたりとか、いろいろ手伝ってくれたところはあったんですけど、もうね、大変だった。もう休む時間が全然なくて、もう一日の楽しみと言ったら寝る前に漫画読むことみたいな。なんかやっぱり疲れるとイライラするじゃん。だからもうなんか、パパとか悪くないのに、ロミ機嫌悪くなっちゃったりしてて、本当にね、申し訳ないことしたなとは思うんですけど、もう本当にもう毎日ね、マジで思い出したくないくらい頑張りましたね。で、あと教習所って第1段階第2段階ってあるので、第1段階は仮免までなんですよ。教習所の中だけ運転する時間があって、まあその時はもう最初は教習所の中だから全然怖くなくて、普通にね、スムーズに仮免まで取れたんだけど、もうやばい教官がいて、なんか、まあ教習所内の運転の時に、大体なんか同じ教習所に通ってた友達が学校にいて、で、もう怖い教官がいるんだよみたいな言ってたから、怖ーって思ってドキドキしてたんだけど、全然当たんなかった。みんな優しいの、めちゃくちゃ。あ、全然平気じゃんって思ってたら、
教習所内、まあ何時間目くらいかな、まあ入りたて、入って1ヶ月経ってないくらいで、もうすっごい怖い教官に当たっちゃって、なんか普通だったら教習所始まる時乗ってよろしくお願いしますって言って、もうすぐ運転始まるんだけど、運転始めないで30分くらいなんか問題を渡されて、なんか交差点ってどういう意味か分かる？小学生でも分かるように説明してくんない？みたいな。この教習所内に交差点の何個ある？みたいな言われて、何個？と思って焦るじゃん、そんないきなり聞かれたら。あそことあそことみたいな。そこだけ？みたいな。じゃあ1個だけなんだね、この教習所内の交差点は、みたいな。でも分かんないよと思って、なんでそんなイライラしてんの？みたいな。でまあその人はそんくらいで終わって、まあ頑張ってね、まあ3回くらい当たったの、その人。でもまあ頑張れば大丈夫みたいな人だったな。もう教習所自体もう忙しくて、もう行きたくないってなってたのに、もう怖い人に当たったら余計嫌じゃん。まあ頑張って行きました、本当に怖かったけど。で仮免取っていざ路上外に出て運転ってなった時に、まあ普通にね優しい人ばっかりに当たって、もう普通に順調に行ってたんですよ、運転で。そしたらもうそのさっきの男のヤバい教官よりももっとヤバいおばさんの教官に当たっちゃって、なんか普通にまっすぐこう走ってて横から来た車とか怖いじゃん、やっぱ初めての路上とかだから。もうめちゃくちゃ怖くてブレーキ踏もうとすると、なんでそんなビビってんのみたいな、そんなビビってたら運転できないよみたいな、すっごい怒鳴られて、なんでこんな怒ってんのみたいな。もうマジでねめっちゃ怖かったので、そのおばさんの教官も1時間最初当たって、その人にね、で1回その人に当たるとそれ以降はあんまりね当たんないんですよ。ランダムなんだけど、教官はもう当たんないかなと思ったら高速教習で当たっちゃって、で高速教習って高速道路行くから3時間連続なんですよ。3時間その人に当たっちゃって、もうね怒鳴られまくりました、マジで。なんか高速入る時とかアクセル思いっきり踏んで、もうスピードをめっちゃ出していかないといけないの、怖いじゃん。高速初めてだからね、80キロとか出すのも初めてだから超怖いじゃん。でビビりながら合流行く時に、もっとアクセル踏めーみたいな言われて、もうマジで本当に最悪でしたね、高速道路特にね。もう我慢して、やっぱりまあそういうこともあるから、やっぱどこの教習所も、ロミの友達も違う教習所だけど、もうすっごい嫌な人いたみたいな、もう結構あったから、やっぱりねどこの教習所もそれちょっと怖い人とか、ちょっとなんかね怒りっぽい人とかいるから、皆さんも覚悟して教習所は行った方がいいですね。でもロミはその問題出してくる人と怒鳴ってくるおばさん以外はめちゃくちゃ優しくて、もう本当にね楽しく行けました。でまあそうやって順調に行って免許無事取ることできて本当に良かったですね。であと学校で2年生から販売実習っていうのが始まって、4月から月に1回やるんだけど、それも始まったから、ロッキー見えない、ロッキーおいでおいで、販売実習っていうのも始まって、なんか売るんですよ、実際に自分が作ったケーキとかを一般の方に学校に来てもらって売ったりするんだけど、それが始まったから、それも長くて学校に6時ねい学校に6時半とか7時近くまでいたから、もうその人が教習所行けないじゃん。もうそれでまあでいいそれでもう今日教習所行けないじゃんみたいな、もうそれもね結構ストレスでしたね。早く終わらせたいのに、学校のその販売実習の準備とか、まあ、販売実習とかがあって教習所行けなくなったっていうのがあったから、マジでそれも嫌でした。本当にね思い出したくないくらい変な2ヶ月でした。でもうこの2ヶ月ありくんかわいい、ちょっと見えてるでこの2ヶ月友達とも多分2回くらいしか遊んでないかな。4月から1回は普通にご飯食べ行っただけで、まあもう1回は丸1日遊べたけど、もう全然遊べない、とにかく忙しすぎた。友達に高校の友達とかに遊び誘われても、ごめん教習所だから行けないやみたいなのがあったから、もうそれも嫌なの。教習所を理由にして友達の遊び断るのもすごい嫌だったんだけど、まあ早く終わらせて楽したいっていうのがねロミ多かったから、まあごめんねって言って断ったり。でも教習所ない日とかでも結構断ってました、遊びとかは。やっぱりもう疲れてんのロミも、もう前日教習所いっぱい行って家帰って8時くらいでみたいな。であと1個心残りなのが、ちょうどおじいちゃんが4月上旬に来て
で、おじいちゃん来てから教習所行き始めたんですよ。で、おじいちゃんがいるこの3ヶ月間、まあ2ヶ月か、教習所始まってから2ヶ月くらいはおじいちゃんいたんだけど、あの教習所やっぱめちゃくちゃ行ってたから、あんまりおじいちゃんとも遊びに行く時間とかもなくて、ちょっとせっかくおじいちゃん来てくれたのにもっとあの遊びたかったなっていうのはありますね。でももう終わったから教習所、もうマジ最高本当に。でも今7月上旬じゃん、8月頭に国家試験があるんですよ。またちょっと忙しくなっちゃうけど、まあ教習所よりじゃない、国家試験勉強だけだから、家で勉強するだけだから、そんなめっちゃもう忙しいってわけではないんだけど、まあ教習所と比べたら全然楽かと思います、マジで。で、あと嫌だったのが、教習所で全然予約入れらんないから、もうあのとにかく行ける時間に入れてたので、2時間しか予約入れられないんだけど、2時間連続で入れたいじゃん予約って、そのままやりたいから。でも空いてないから1時間入れて、1時間空いてもう1時間っていうのがあったから、その1時間の待ち時間が本当に嫌だった。で、逆に朝運転しに行って家帰って夕方また行くみたいな、もう本当にね嫌だったんだけど、もう早く終わらせるために、まあ、行けるところはどんどんね入れましたね。れいちゃんチュかわいい。まあこんな感じかな、この2ヶ月あったのは。まあ本当に動画アップの頻度が落ちちゃって申し訳ないなって感じですね。でもまあ、あの本当に教習所終わって楽になったから、毎日投稿は今もう全然してなくて、1週間に1回はお休みしてるんですよ、火曜日とか。だからあの週6回は絶対にねアップできるようにまた頑張りたいと思います。ラッキーで、あのまず教習所終わったから、あの免許取れたから、もうドライブとかいろいろね動画の企画でもやりたいなと思うの。だからリクエストどんどん書いてください。で、教習所行くっていう方、あの行こうと思ってるって方、もうあの怖い教官もね多分もう絶対いると思うんですよ。でも頑張ってください。でも7月くらいから混むから、もう本当に早めに、高校生は高校生のうちに取った方がいい、絶対。専門入ってから取るとかになるともう忙しいから、とにかく。じゃあね、今回もこの2ヶ月間のことについて話して、嫌な教官の話もしたんだけど、まあね、どうでしたか、ロミの2ヶ月感想コメントでねどんどん書いてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。レイちゃん、レイ見て、バイバーイ。